今日は2022年1月9日17時にこの動画を撮ってます。今日もちょっとビットコインだけ見ていきたいと思います。ビットコイン週足で今週足今日で締めるわけなんですけど、買い足で見ると反発はあるんですけど、この下髭付近の中での反発にとどまってて、ちょうどこの下髭部分を実体終わり値で閉じる感じには見えますね。この下髭部分を実体で終わると来週厳しいチャートになってくると思います。次のサポート $29,000とかまでは落ちてくる可能性も視野に入れておくべきだと思いますね。で、今ちょっとチャート見てこの下落相場が終わる展開が近いのであれば、今週足のようなでかい大陰線作ることはまあほぼほぼないので、個人的にはまだ下落トレンド継続目線でいます。この下落が落ち着くのであれば5月から8月のような下落の鈍化が起きて、実体が小さい足だったり小回しに近い足がたくさん出やすくはなるので、今の足見るとそれとは真逆で、きっちり安値を規定してからのさらにでかい大陰線で下げてきているので、日足で$42,000を実体始めにして下落準備期間になっているチャート作りをしているようには個人的には見えますね。で、ビットコインの今の反発なんですけど、ちょっとこれ見てみると恐怖指数ですね。2018年1月からの恐怖指数なんですけど、今までこの数値が10にタッチした際には反発はあったんですけど、すぐ V 字で上げていくことはこのどの期間見てもほぼほぼないですよね。で、再度上がるにしても下がるにしても週足レベルでレンジ組んで小回しとかどっちかに大きく動く足が出ると思うので、そこを注意して見ておくといいと思います。で、今週足で小回し作るならばレンジ期間が短すぎるのもあって、その足は$29,000まで下がる可能性の方が高い足になってくると見ています。2回目3回目の金利上げよりも1回目の金利引き上げの方が金融商品に大きなマイナス要因を与える傾向にはあるので、少しずつ分散して買っておくといいと思います。来週足がどういった作りにもなるかにもよるんですが、$29,000でビットコイン私は買い差しには入れています。はい、今日もちょっと短いんですけど、この辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。青池でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。動画説明欄のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは動画説明欄のリンク経由からの口座開設で1000円分のフォビトークンがもらえるのと、現在ウェルカムキャンペーンで5000円、初回入金で5000円、販売所取引で1万円、取引所取引で1万円の計3万円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンを行っています。国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することでエイプ NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はバイビットとディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追証がなく、トレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクワントスアップ機能、プロトレーダーにトレードを任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。 BingX では毎月お得なタダでテザーがもらえるボーナスキャンペーンと季節に合わせたイベントを行っているので、 Twitter の方も随時チェックしてみてください。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。